はいどうもこんにちは、自転車返してです。いやーめっちゃおもろそうなホラーゲーム見つけてきちゃった。クロエのレクイエム、今回から、こちらのホラーゲームクロエのレクイエムの実況プレイやっていきたいと思います。説明見た感じだと結構ね、久々にこの長編ホラーっていうのかな、推定プレイ時間が3時間から5時間ってなってて、結構ね、まあ長いホラーゲームってことだけ、まあ、今分かってる状態だな。で、まあ、推定3時間から5時間つっても、俺にかかれば15時間ぐらい楽しめるってことで、人の3倍楽しむテンションでやっていきます。おう、なんだなんだ。何の音これ。あ、何事もなかったかのように。あ、おう、動けるか。なんか主人公、かっこいいな。おう、かっこいいかっこいい。美少年。ミシェル12歳。現在地は小道。アイテムは何もなし。アイテムと装備は違うのか。まあ、それは装備してんだろ。あ、そういうことか。左手、右手になんか装備。戦っていく系かな。ミシェルが着てる高級な服。あ、俺には縁のない話だな。あ、お、猫！猫の鳴き声聞いたら、もう俺は、そっちに行かずにはいられない。行かずにはいられない。オッケー。なんだよ。じゃ、なんで泣いた猫？あ、もしかしてなんか、いたかな？ちゃんと探せば。猫の次は馬か。おや、こんな時間にどうしたんだい？坊やはもう寝る時間だろ？家に帰んな。乗せてくれ。金なら、倍出す。バイトは言わず、この高級な服もお前にくれてやるよ。おやおや、親の懐から盗むなんて悪い子だな。だが、うん。そういうことなら乗せてやってもいい。どこまでだ？ここからできるだけ遠くへ。遠ければどこだっていい。どこでもいい。本当に？おい、ちょっとやばいとこ連れてかれんじゃない？わかったよ。乗りな。時代は結構昔なのかな。馬で、馬車で移動する時代。いつ頃だろう。愛しいクロエ、僕のクロエ。僕だけの。主人公はミシェルだったもんね。あ、ミシェルってことあれか、ドイツ人か。ドイツの話か。あ、確かになんかよく見たらドイツ人っぽい顔してんな。なんだここは。あ、お、ん？え、もうこれ入るしかない感じかな。あ、走れる走れる。帰るわけにはいかないのか。まあ、お前にどんな事情があるかは知んないけど、お前がそういうなら俺は従うよ。うわ、暗いな。お、なになに。え、あ、出ただけか。どういうことこれ。右に行ったら出るんだけど。まあ、いっか。そんな細かいことは気にしない。猫！さっき俺の心をもてあそんだ猫。これが？あ、違うわ。チュートリアル！見とくか。アイテムを使用するには、左手か右手、または両方に装備した状態で調べる必要があります。ただし、鍵などのアイテムは例外で、はい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 。また左上に表示されているのは、もう精神の安定度。これをゼロにしてはいけません。精神ゲージを回復するには、ある人物と会話する必要があります。クロエか！クロエだな。はい、移動で、オッケー。ちょっと音うっさいかな。もうちょっとちっちゃくするわ。どこでちっちゃくしようかな。こんなもんかな。ちょっと今回音量バランス悪いかもしんないんだけど、ごめん。あ、セーブここか。壺が置いてある。よく見ると増加か。まあ、そうだろうな。こんな誰もいなさそうなとこに、普通の花が咲き誇ってたら俺は、ちょっと疑うよ。灯台？灯台って何？港にそびえ立ってるやつ。あ、明かりつけるつける。どうせあれだろ？あれでしょ？オイルがいるんでしょ？
わかってるよ。オイルっつったらどこだろうな。壺だ。あ、違うわ。うん。おぉ、椅子でけえ。あ、違う部屋に行った方がいい感じかな、もう。ほうほう、鍵がかかってると。まあ、最初からね、こう、いろんなとこに行けても逆に困るからね。この調べるところが多すぎるってのも。何かを見つめてる。物悲しそうな。じゃあ、悲しそうな顔してる。俺には彫刻の気持ちはわかんない。あ、階段。登れんのこれ。近寄りたくない。わかる。俺もね、もう虫とか大っ嫌い。あ、剣だ。あ、これ別に装備できるわけじゃないのか。もともとは2本あった。え、俺いきなり積んでないこれ、大丈夫？なんかオイル的なもん欲しいよね。うん？なんか俺調べてないもんある？まだ。あ、これなんだ。絵の中の女性は嬉しそうに微笑んでる。そうか。え、俺も全部調べたくない？おー、動いたけどやることわからん。 なんかを取るのかな。これを踏み台にして、なんか高いところにあるものを取るか。ちょっと動かすたびにライトセーバーみたいな音するんだけど。時計だよね、どう考えても。違った、だだ、わかんない。なんだろう、わからんぞマジで。しかももう俺この平行線上しか動かせないようにしちゃった、この丸太を。こいつを飛び越していくのかな。ちょっと一回出るか。外になんかオイル的なもんない？ないよな、だってこれ横とか行けないもんね。うん、炎は静かに揺れてる。どうしよっかな。これをとりあえずどっかにまあ移動させるってことは、のが最初の目的ってことは確かっぽいよね。どうだ？ダメか。あ、あの絵になんかすんのかな。お、よしよしよし。絵の中の男性が女性に花束を差し出してる。以上かよ。あれでもなんか絶対ここ関係あるな。花？花束？な、何もアイテム持ってないもんね。あ、そういうことか。あれでもついてる？これついてないよな。無理だよな、それ頭には装備できねえわ。明るくこれついてんの？これで。花束でしょ？なんか花束とか持っていける？庭師が仕事をしてないのか？まったく、うちの庭師はちゃんと仕事するぞ。高い給料で雇ってるからな。なんだなんだ、何をやったらいいの俺。帰るわけにはいかない。そうか、火をもらう。やった。おい、こいつどうなってんの。こいつ、こいつ壁歩いてる。そこは突っ込まないでおこう。多分後々歩けなくなるだろう、明日ぐらいには。お、明るくなった。
あ、精神安定度が1減った。誰か笑ってたな、今。あ、この彫刻向こう見つめてるな。ちょっと待てよ。やっぱりあの絵になんかするんだな、絶対。で、悲しそうな顔してんでしょ？花束を差し出してる。断られてんのかな？花束差し出してるけど、断られちゃったから悲しそうな顔してんのかな？なんだろう。ライトつけたからって鍵は開かないよな。はあ、このクモの巣をどうにかしたくない？へい、いいね、壮大に燃やしたな。危ない危ない、ちょっと階段も若干焦げてんじゃん。よし、これで、よしよしよし。まあ、若干積んだけど、この曲は、この曲名当てていい。母なる祈りとか、そんな感じじゃない。真の音楽家は自分の芸術に服属してはならない。何言ってるのか全然わかんない。お、セーブセーブ。ワインだ。ドイツっぽいな。お、空か。そういやさ、赤ワインを好んで飲むのって日本人だけらしいね。なんか本場の人とかは、なんであいつら赤ワイン飲んでんのってすごいなんか疑問に思ってるらしいよ。完全にこの女の子スルーしてたけど。あ、なんだ、この花持ってけんのかなと思ったけど違うか。よし、じゃあとりあえず女の子に話しかけて終わるか。よう。あ、失礼。僕の名前は、ミシェルよね。知ってるのよ。あ、そうで終わらすなよ。もっとお前、疑いの眼差しを持てよ。眼差し？君の名前は？お、クロエ。あ、今、クロエが奏でてんのが、これ、レクイエムか。なんで目泳いでんの？おい、なんだこのなんか微妙な空気のやりとりは。ここはどこだ？君はこの家の住人なのか？そうよ、でも黒いここから出たい。お前この家の住人ならちゃんと庭師を働かせろよ。もう出ればいいじゃん。できないの、この館は呪われてるから。呪われてる？どういう意味だ？お？俺ももう呪われてんの？俺っていうか、ミシェル。ねえ、ミシェル。お願い、この館の呪いを解いて。クロエをここから解放してほしい。貯めといて普通の選択肢するっていうね。本当、約束してくれる？約束するよ。ありがとう、ミシェル。いきなりお前、指摘欲求をぶつけてくるね、俺に。楽譜探して。ミシェルの演奏が聞きたい。え、なに？ミシェル演奏できんの？演奏ね。なにこれ、楽譜？ピアノソナタ第8番。破綻調作品13大ソナタ悲奏。あ、ベートーベンの初期の代表作なんだ。大ソナタ悲奏という題は彼が楽曲に表題を与えた珍しい例。ああ、そういや、そうだな、ないよね基本的にベートーベンのやつって。この題には何か特別な意味があるとみなされている。うーん、オッケー。じゃあまあまだね、こう、どんなストーリーかっていうのはあんまりつかめないんだけど、とりあえず一旦今回はここで終わりにしたいと思います。
まあこんな感じでちょっとのんびりグダグダやっていきますが、よかったらまた次回も見てください。ご視聴ありがとうございました。さよなら。